菊池寛作三人兄弟一ス筋の分かれ道まだ天使様の都が京都にあった頃で今から千年も昔のお話です都から二重裏ばかり北に離れた丹波の国のある村に三人の兄弟がありました 一番上の兄を一郎二と言いました。真ん中を次郎二と言い、末の弟を三郎二と言いました。兄弟と申しましても、十八、十七、十六という一つ違いで、背の高さも同じくらいで、顔の様子や物の言いぶりまで、どれが一郎二で、どれが次郎二だか、 他人には見分けのつかないほどよく似ていました。不幸なことにこの兄弟は小さい時に両親に別れたため少しばかりあった他や旗もいつの間にか他人に取られてしまい今では誰もかまってくれるものもなく他人の仕事などを手伝ってようやくその日その日を暮らしておりました。が、 貧乏ではありましたが、三人とも大の仲良しでありました。ある夜のことでありました。一郎子は何かひどく考え込んでいましたが、ふと顔を上げて、こんなにして毎日末の見込みもなしにブラブラ暮らしているよりも、いっそのこと都へ行ってみようかしら。都には、 面白いことやにぎやかなことがたくさんあるそうだが」と言いました。それを聞くと次郎次も三郎次も声をそろえて「それがいいそれがいい」いい「都へ行けばきっといいことがあるに違いない」と申しました。一郎次は「それなら善は急げと言うから明日にも出達しよう」と言いました。 そしてその晩はみんなでいろいろ出立の用意をいたしました。あくる日は秋の空が気持ちよく晴れ渡って、太陽までが三人の出立を祝うているようでありました。三人は元気よく村を出まして、南へ南へと都の方をさして急ぎました。途中で一晩泊まりました。 村を立って二日目の朝、大きな峠を登りますと、その峠の頂上から遥か彼方に、朝もやの中に数限りもない人家が地面いっぱいに並んでいるのがかすかに見えました。ああ、都だと、三郎次が大喜びの声を出しました。それから兄弟三人は、前よりも一層足を速めて、 峠を駆け下りました。が峠を下りましてから都まではよほどあると見え歩いても歩いても黄色い稲田が道の両側にいくらでも続いていました大きいイチョウが道端に一本立っていましたと今まで一筋道であった道がそのイチョウの木のところからみすじに分かれているのに気がつきました 兄弟はちょっと困りました。どの道が一番近いのだろうと一郎二が言いました。真ん中の道が一番近そうだ。と次郎二が言いました。いや、左の道が一番近そうだ。と末の弟が言いました。すると一郎二は何やら考えた後で、私は、 一番右の道が近いように思うのだ。が、どの道を行っても、都へ行きつけるのは確かだ。兄弟が一緒に揃っていては、方向口を見つけるにも都合が悪くはなかろうか。それよりも、皆別れ別れに、自分の近いと思う道を歩いて、命名の運を試してみようか。と言いました。それは良い思いつきだ。 次郎時はすぐ賛成しました。三郎児は兄たちに別れるのはちょっと悲しゅうございましたが、根が元気のよい若者ですから、それならそうすることにしよう、と言いました。それで一郎児は右の道を、次郎時は真ん中の道を、三郎児は左の道を進むことになりました。別れるときに、 次郎次は兄と弟を振り返りながらたとえここで別れてもきょうだいがめいめい都で出世すれば必ずどこかで会えるに違いないと元気よく言いました二右の道まずはじめに右の道を進んだ一郎次のお話をいたしましょう 一郎子は弟二人と別れて足を早めて歩きましたがその道は大層景色の良い道で両側には美しい秋草が咲き乱れていました二里も歩きましたとき黄色い稲田の向こうに青空にそびえている五重の塔が見えましたああもう都もすぐだぞ 一郎子は小躍りして喜びました。ところがちょうどその途端でした。道の行く手に砂煙が立ったかと思うと、その砂煙の中から一頭の白い目牛が太い鉄のような角を左右に振り立てながら飛ぶように走ってきました。きっとこの牛は何かに驚いて気が狂ったのでしょう。両の目は 炎のように真っ赤で、目の前にあるものは何でもその角で突きかけようとするような勢いです。一郎子はその恐ろしい勢いを見て、体を道端へのけようとしましたが、目牛はかえって一郎寺の方へまっすぐに突き進んできて、あっと思う間もなく、一郎寺を二つの角で引っ掛けたかと思うと、一見余りも投げ飛ばしたまま、 また砂煙をけたてて走っていきました。投げ飛ばされた一郎次は右の脇の下に刀でえぐるような痛みを感じました。彼はもう死ぬような気がしました。ああ、俺は一番そんな道をきたものだ。右の道をきたために都の入り口で死ななければならぬか。 心の内で思いました。が、そのうちに傷の痛みが強くなって、いつの間にか気が遠くなってしまいました。何時間経ったのか、何日経ったのか、一郎子にはわかりませんでした。ふと目を覚ますと、自分は立派な御殿の中に寝ていました。自分の体の上には、 生まれて一度も見たことのないほどの美しい絹の布団がかけてありました。枕元には白金のわんにお薬が入っておりました。その上にふと気がつくと美しい女の人が部屋の中に一人座っていました。あまりに様子が変わっているので一郎子は驚いて起き上がろうとしましたところ。 右の脇の下がまた急に傷んできました。一郎子が目を覚ましたのを見て、その女の人は、やっとお気がつきましたか。別にご心配なさらないでもよろしゅうございます。ここは左大臣藤原道夫様のお屋敷でございます。実は、昨日道夫様が鞍馬のお寺へご参詣の途中、 お車を引く牛が暴れ出してあなたにそんな大傷を負わせたのでした。道千さ様はそれを大層気の毒におぼしめされてお寺へ参る途中で人を殺しては仏様にすまないできるだけ手厚い介抱をしてあの若者を治してやれと仰せになりましたのであなたを御殿へ連れてきて都で第一番のお医者を呼んで 介抱しているのです」と言いました。一郎次は夢ではないかと驚きました。左大臣藤原の道夫といえば天使様の第一番の家来で丹波の国の田舎までも聞こえている名高い人でありました。その女の人はしばらくするとこう言いました。道夫様がこうおっしゃいました。 この若者は遠い田舎から都へ出てきて親類もないものに違いない。傷が治れば家来にしてつこうてやろうとおっしゃいました。それを聞くと一郎子は傷の痛みも忘れるほど喜びました。左大臣道夫様の家来になることは田舎の百姓の子である一郎子にとっては この上もない出世でありました。一郎次の傷はほどなく治りました。そして約束のとおり左大臣の家来になりました。正直で利口な一郎次のことですからぐんぐん出世しまして、十年たつかたたないうちに毛火石という役になりました。そして名も左右衛門の城清常と、 改めました。ケビン氏というのはちょうど警察署長と裁判署長とお兼ねたような大層勢いの強い偉い役で盗賊や悪者を捕らえて裁判するのが仕事でありました。一郎時はこんなに出世しましたが真ん中の道を進んだ次郎次と左の道を進んだ三郎次とはどうなりましたでしょう 真ん中の道。真ん中の道を進んだ次郎時は、兄と弟に分かれてからは、駆け出さんばかりに足を早めて急ぎました。が、真ん中の道が一番近いと思ったのは、とんだ思い違いであったと見え、二里歩いても三里歩いても、道の両側には竹藪ばかりが続いていて、 寂しい田舎道がどこまで来ても絶えません。そのうちに、暮れやすい秋の日がいつの間にかとっぷりと暮れて、人通りのない街道は大層寂しゅうございました。三人兄弟の中では、一番気の強い次郎次も、とんと等枠してしまいました。この様子では、今宵のうちにはとても都につけそうにはない、 どこかで一晩泊まることにしよう、と思いました。そのうちに道端に地蔵様のお堂がありましたから、その縁外に上がって、そこで一夜を明かすことにしました。ところが、真夜中頃でした。寝入っている次郎次の肩を揺すぶって、おい、おい、と揺り起こす人がありました。次郎次は、 気がついて起きてみると、見知らない人が自分の肩に手をかけていました。折から空高く差しのぼっているお月様の光で、その男を見ますと、それは武士らしい、いかにも強そうな男でした。その男は、次郎次が目を覚ましたのを見ると、おい、お前は一体どこのものだなぜこんなところで寝ているのか と聞きました次郎時はおずおずしながら丹波の国から都へ行く訳を話しましたするとその武士は親切らしい笑顔をして「それはよい都合じゃわしの仕えている殿様はお前のような若者ならいくにんでもお召し抱えになるのじゃわしの殿様に奉公する気はないか?」と言いました それを聞くと、次郎次は小踊りして喜びまして、早速奉公したいと申しました。やがて次郎次は、武士に連れられて、その殿様の親方へ行くことになりました。武士は不思議なことに、都の方へは行かずに、道から左に折れて、小川に沿うた細い道を、どんどん進んでいくのでした。次郎次は、 ちょっとふしぎにおもっとにて「そのお殿様というのは都にお住まいではないのですか?」と聞きましたすると武士は何気ない顔をして「都にも親方はあるが今はみぞろが池の旗に住んでいられるのじゃお前が古見物に行きたいのなら明日にも連れて行こうぞ」と言いました そのうちに、道の行く手に、月の光に照らされて、鏡のように光る大きな池が見えましたが、その池の水際には、足やヨシがたくさん生え茂っている上に、池のぐるりには大木が生い茂って、大蛇でも住みそうな気味の悪い大池でありました。郎は、 こんな寂しいところに殿様の親方があるのかと不思議に思っていますと、武士は、私に離れぬようにせよ、と言いながら大木の森の中の細い道を歩いていくのです。と、二三丁も来た頃です。急に今までの森がなくなったかと思うと、池に沿うて広い平地があって、 その平地の真ん中にそれはそれは立派な御殿がありました。次郎寺には生まれて初めて見るほどの美しい大きな御殿でありました。先に立ってゆく武士は、さあ、お前も遠慮なく入るがよい。と言いながら、その御殿の中へつかつか入っていきました。玄関から、 幾軒も幾軒も通ったと思うころ、ひとつの大広間に来ました。その大広間は、銀の皿に明かりが幾重となく輝いて、昼のように明るうございました。見ると、その広間の中には、どれもこれも強そうな男が、三十人ばかり、お酒盛りをしていました。そして、一番高いところに、 身の丈が六尺もあるくらいな大男があぐらをかいて座っておりました。それはそれは強そうな獅子でも虎でもひとつかみにしそうな男でした。次郎次を連れてきた武士はその大男の前へ次郎次を連れて行って、この若者が奉公したいと申しますから引き連れて参りました。と申しますと、 その大男は、よしよし、と割れ金のような声を出してうなずきました。それからは、次郎次も皆と一緒にお酒を飲んだり、ものを食べたりしました。それは、生まれて初めて食べるようなごちそうを腹いっぱい食べました。次郎次は心の内で、 その日のうちに方向口が決まって、その上にこんなごちそうが食べられるとは、こんなうまい話はない。俺が進んできた真ん中の道は、一番幸いな道だったな、と思いました。その翌晩でした。昨日、次郎次を案内してきた武士が来まして、今晩は、お殿様が都へおいでになるのじゃ。 お前もお供をさせてやる。と言いました。しばらくするといよいよ出発ということになりました。お殿様という六尺に近い大男は立派な白い馬にひらりと乗りました。その後から上の方の家来が六七人ばかり馬に乗って続きました。残ったものは明明お殿様の馬を囲んで 行列を作って歩きました。不思議なことにどの男もどの男も弓やなぎなたやを持っていました。次郎次にもお前にはこれを貸してやると言って一本の太刀を貸してくれました。次郎次はこんなに夜遅くお殿様はどこへ行くのだろうかと疑いながらも黙ってついて行きました。 やがて大きな川に架か,かっている橋を渡るとそこはもう都のうちだと見え立派な家がたくさん並んでいましたその中に皆は中でも一番立派な家の前に泊まりましたそして何か相談を始めました次郎時はお殿様の都の親方というのはこの家のことか知らんと思っていますと 五六人の男がバラバラと仲間の列から離れたかと思うと、この立派な家の塀をするするっと登りました。おやおやと驚いていますと、塀を登って入った男が、うちから門をぎーっと開けますと、仲間の者は皆、なぎなたやちを抜き離して、どやどやと門の中へ押し入りました。 次郎時はあまりの恐ろしさにブルブル震えていますと昨日次郎次を案内した武士がそばへ来ました。なんと驚いただろう。俺がお殿様と言ったのはこのごろ都でも名の高い木道丸という大泥棒じゃ。お前は一旦奉公すると言ったからには逃げるわけにはいかないぞ。さあ。 俺と一緒にここで見張り番をするのじゃ。と言いました。次郎時はこれを聞くと腰を抜かすばかりに驚きました。起動丸というのはその頃日本中で誰知らぬものもない大泥棒でありました。次郎時は知らぬ間に泥棒の手下になっていたことを心から悲しみました。 すぐ逃げようと思いましたが、案内をした男は手に弓を持っていて、次郎次が逃げ出せば一夜で居殺そうという様子が見えました。そのうちに家の中では人の叫ぶ声や斬り合いをする音がしたかと思いますと、泥棒どもはめいめい金銀の入った袋を重そうに担いで出てまいりました。みなは、 その家の前で勢ぞろいをすると、もと来た道を帰りました。次郎次も逃げようとすればすぐにも殺されそうなので、恐る恐る後からついて帰りました。やがて、みぞろが池の御殿へ帰ってきますと、木道丸は手下を大広間へ集めて、盗んできた金銀を山のように積んで、 それを一つかみずつ手下にやりました。次郎次が片隅にブルブルと震えていますと、軌道丸は割れねのような声で、おい小僧、遠慮せいでもよいぞ。お前にも一つかみやるぞ。と言いました。もらわなければつかみ殺されそうなので、次郎次はビクビクしながら受け取りました。 が受け取ってみるとそれは金や銀のお金で次郎次などが夢にも見たことのない大金でありました。根が三人きょうだいの中では欲の一番深い次郎次でしたからそんな大金を見るとふらふらと悪い心が起こりました。お金がこんなに儲かるのなら 泥棒の仲間になってもいいと思いました。そして、とうとう心から軌道丸の手下になりました。元来利口で勇気のある男でしたから、泥棒の仲間ではだんだん出世をしまして、軌道丸が源の来光様に殺された後には、自分が仲間の大将になって、名を改めて、 みぞろが池の田のま丸と言って都近くの家を荒らしておりました右の道を進んだ一郎次と真ん中の道を進んだ二郎次のことはこれでわかりましたがさて左の道を進んだ三郎次はどうなりましたでしょう三左の道 左の道を進んだ三郎子は、兄弟の中では一番年も若く、気も優しかったので、二人の兄と別れて寂しくて泣き出しそうになりました。が、これではならぬと思い返して、元気よく進んでいきました。この道は広い川に沿うておりました。が、都まではよほど遠いと見え、 日の暮れかかるころにようやく都の町はずれにつきましたもう足がくたびれてひと足も歩けないほどに疲れていましたどこかに宿屋はないかときょろきょろ見まわしながらやってきますと「もしもし」と三郎次を呼び止める女の人がありました「はいはいわたしをお呼びになりましたか?」 と立ち止まりますと、女の人は三郎氏の顔を見ながら、あなたは旅の人でございますかと聞きました。はい、私は丹波の国から都へ参るものです。と言いました。すると女の人は喜んで、それではお気の毒でございますが、私の主人の家までちょっとおいでください。 決して悪いことではありませんから。と申しました。三郎次は喜びまして、誰一人知るべのない都の中で、こんな親切な人に会うのは、地獄で仏に会うようなものだと思いました。女の人は、三郎次を連れて、半丁ばかりも歩いたかと思うと、立派な家の中に入りました。三郎次も後から続いて入りました。 その家は周りが六七丁もある広い屋敷で、屋敷の中には大きなオクラが十五六もずらりと立ち並んでおりました。女の人は三郎次を連れて長い廊下を通ったかと思いますと、奥の人前案内しました。見るとその部屋は目もくらむような美しい部屋で、床の間には 金や銀の道具がたくさん置いてありました。三郎次があまりの美しさにぼんやり立っておりますと、女の人は、あそこに寝ていられるのがご主人様でございます。と言いました。いかにもその美しい部屋の真ん中に、一人の年寄りの病人が、苦しい息をしながら床の上に寝ていました。 三郎ジはおずおずそこへ座りましたすると病人は女の人に「それでは娘を呼んでこい」と言いました女の人は「はい」と答えて静かに立っていきました三郎ジがおずおずと年寄りのそばに座って待っておりますとそこへ間もなく 十五六の美しい女の子が入ってきました。年寄りは三郎次に向かって、お前さんは旅の方ですかと苦しそうに尋ねました。はい、さようでございます。と三郎次は優しく答えました。すると年寄りは寝床の上で半分体を起こしかけながら、 私はあなたにお願いがあるのじゃ。なんと聞いてはくれまいか。今にも死にそうなこの病人の一生の願いをどうか聞き届けてはくれまいか。と手を合わさんばかりに言いました。三郎次は苦しそうな病人の様子を見ると気の毒になりましたので。 私のできることなら何でも聞いてあげます」と言いました。すると病人はほっと安心したように「お願いというのは別のことではないのだ。この娘をお前さんのお嫁にしてこの家を継いではくれまいか」と言いました。 これを聞いた時の三郎次の驚きと喜びとはどんなであったでしょうがよく考えると自分のような古事記同様な百姓をこんな長者の,のこうちの婿にするはずはないこれはきっとこの年寄りの気が狂っているのかそれでなければ冗談に言っているのだと思いましたから正直な三郎次は少しムッとして 子供だと思って、私をなぶるのはよしてください。私は百姓のせがれで、こんな長者の,のこうちの婿になるようなものではありません。と言いました。すると、その病人は悲しそうな顔をして、わけを話さなかったのは、私が悪かった。わけを話さなければ、ガテンのゆかぬも,ももっともじゃ。 私の恥を話すことにしましょう。と病人は苦しそうにこんこせきをしながら話し続けました。一体私は一台のうちに十万願という身代を作ったもので、都でも鴨の長者といえば誰知らぬものもありません。が、 私がお金をためたのは正直な正しいやり方ではなかったのです。私はお金をためるのにいろいろ悪いことをしました。貧乏人にお金を貸して高い高い利子を取ったり百姓から重い年貢を取ったり時々は偽の証文を書いて 他人の家や田畑をだまして取ったりしたこともあります。その上、出すことといったら一文も出しません。どんなに困っているものがあっても、米一合、お金一文も恵んだこともありません。そのおかげで、お金は面白いようにどんどんたまりました。そのかわり、 世間の人からは全く鬼か蛇のように憎まれてきました。私はついこのごろまでお金さえあればどんなに憎まれても構うものかと思っていました。ところが今年の春私の妻が死にました。その上秋の初めから私も重い病気になりました。 私には子供といっては、この娘がたった一人なのです。私は、私がこの病気で死んだら、娘が一人ぼっちになって、さぞ困るだろうと思いましたので、私の生きているうちに、ぜひ良い婿を取ってやろうと思って、都のうちを探しにかかりました。するとどうでしょう。 年頃の若者のある家では、どの家でも、いくらお金があっても、鴨の長者の家へは、婿にはやれない。鬼の家へ婿にはやれないと、誰一人婿に来ようという人はないのです。私は、お金があれば何でもできると思っていましたが、それは、 私はたった一人の娘に婿を取ってやることさえできないのでした。娘はそれを知ると毎日泣きました。私も娘がかわいそうで泣きました。十万円という大金も今では何の役にも立たないのです。 そのうち、私の病が重って、もう今日死ぬか明日死ぬかわからない命なのです。私が死んだら、娘はたった一人、世の中に取り残されて、憎まれ者の子として、世間からどんなにいじめられるだろうかと思いますと、私は死ぬにも死なれないのです。 私はとうとうこう考えました。都の人はみんな鴨の長者を憎んでいるからとても婿に来てはあるまいが旅の人なら私を憎むわけはないのだから来てくれるかもしれないと思いましたから私は召使いのものを街道へ出して旅の方に来ていただくことにしたのです。 運よくあなたのような立派な方に来ていただくことができて、こんな嬉しいことはありません。親子二人を助けると思って、どうか私のお願いを聞いてくださいませんか。というかと思うと、病人はさもさも疲れたようにぐったりとうつぶしてしまいました。三郎ジは、 初めて年寄りの願いの訳が分かりました。が、どんなにお金があっても、都中の人から鬼のように憎まれている家の婿になっては、どんなひどい目に遭うかもしれぬと思いましたので、一度は断ろうと思いました。が、よく見ると、病人もかわいそうな娘もしくしく泣いていて、もし三郎次が断ったら、 病人は悲しみのあまり、そのまま息が絶えわせぬかと思われましたから、寝がきの優しい三郎じは、そんなにお頼みならいかにもこの家の婿になりましょう、と申しました。すると病人は手を合わして三郎次の方を拝むように見えましたが、それで安心して気が緩んだと見え、 そのまま息が絶えました三郎次は悲しみに暮れている娘を慰めてお弔いを出した後でその娘をお嫁にしまして二代目の鴨の長者になりましたそして身代の十万願の半分の五万願を都中の貧乏人に分けてありましたすると 世間は正直なもので、都の人々は、よると触ると、前の鴨の長者は鬼であったが、今度の長者は仏様じゃ。仏の長者じゃ。仏長者じゃ。と、噂しました。こうして、三郎次は、夫婦仲良く貧乏人を恵んで、幸福に暮らしました。 花子というかわいい女の子が生まれていつの間にか十年ばかりたちましたさて一郎次と次郎次と三郎次の命名の話はこれで済みましたがいったい人はどこで出会うでしょうか4三人きょうだいの会ったところ 三人の兄弟が都へ出る途中で、みすじの道に分かれてから、十年も経ちました頃のことです。その頃、ケビー氏、今の警察署長と裁判署長とを兼ねている役であることは、前に言いました。という、えらい役を務めている、一郎次の左衛門之丞清常のもとへ、 その頃、都で名高い鴨の長者から訴えがありました。それは、その前の晩、鴨の長者の家へ三十人ばかりの盗賊の一帯が押しって、お金をたくさん盗んでいったばかりでなく、娘の花子をさらっていったというのです。佐右衛門之丞つ常は、 前から盗賊の暴れまわることを怒っておりましたが、こんなに都の中へと入ってくるようでは、もう一刻もそのままには捨てておけないと思いました。それで家来のものを200人ばかり集めまして、噂に聞くと、鴨川のみなかみのみぞろが池には、騎女が住むという噂があって、 人の近寄らないのを良いことにして、田マルという大泥棒が立派な屋敷を作って住んでいるということじゃ。鴨の長者の家に押し入った盗賊も、この田マルに違いない。早速駆け向こうて、必ず池取りにしてこい。と申し付けました。その翌日のことでした。 みぞろが池に行った家来の一人が走って帰りました。殿様、お喜びくださいまし。田能丸を見事に生け取りました。長者の娘の花子も無事に取り返しました。と申しました。佐右衛門の城は大喜びで別の家来に、すぐ鴨の長者の家へ行って花子を受け取りに来いと言え。 と申しましまた。やがてけび氏のお役所へたかてこてに縛られた田能丸が連れられてきましたそして庭の白い砂の上に座らされましたちょうどそこへ鴨の長者が娘を受け取りに自分でやってきましたこれは縁側の上に座っておりましたまもなく し「しーしー」と声がしたかと思うとえぼしをつけて立派な服を着た左の衛門うがしずしずと現れました左右衛門丞はいちばん高いじょうざにすわると鴨の長者の方を見て「おまえが鴨の長者か?」と言いましたいままでうつむいていた長者は顔を上げて はい、さようでございます」と言いましたその顔を一郎次の左衛門丞がよく見ますとそれは紛れもない弟の三郎次ではありませんか一郎次の左衛門丞は思わず大きな声を出して「おお三郎次ではないか」と申しますと三郎次も のお役所だということも忘れて「おお兄さんですか!」と言いました二人は両方から抱きつくようにしておいおい泣きましたが泣いているのは二人ばかりではありませんでした砂の上に座っている盗賊の田能丸もやっぱり縛られた身をもだえながら 歯を食いしばって泣いていました。大粒の涙がポロポロと砂の上に落ちました。田マルの泣いているのにふと気がついた一郎次と三郎次とは、これはまたどうしたわけかと不思議に思って、この盗賊の顔を見ました。それは、一郎次には弟、三郎次には兄にあたる、 次郎次に違いありませんでした三人きょうだいがその時の驚き喜び悲しみはどんなでしたろうそれはみなさん自分で考えてみてください三人きょうだいがみすじの道に分かれた時はたった一足の違いでありました それがおしまいにはこんなひどいちがいになりました。